さすがチャンピオンチーム強いよ強い。今日も完全に負けた。でも次は絶対勝つ。俺は絶対諦めねえから。 G1 もその先も絶対諦めねえ。昨日のデスペラードの試合について何か反省しようと思ったけど、そんな時間ねえや。もう一日経ったらこうやって試合をやっている、やっちまってる、そしてやれている、こんな元気でビビしている状態で試合やっている。反省点いらねえや。まだまだ元気いっぱいだったよ。悪いな、デスペラード。まだまだ俺はこの KOPW 諦めてないぞ。次どんなチャンスが待っているか分からないしさ。元気よく生きていれば必ずまたチャンスがやってくると、そう思って今日も明日も明後日も明後日も4日間も10日間も100日間も1000日間も頑張ってやるよ。ここの数試合、西井さんと後藤さんと組んで俺ら今6人ベルト持ってて、まあ3対3の試合が多いけど、これはベルトかかってないけど、でも今ベルト持ってない相手の3人っていうのは紛れもないチャンスだと思うし、俺は毎回3人で組んでる時タイトルマッチのつもりで戦ってっから、今日も勝ったから次も絶対勝ち続けるから。